では祈りの言葉についてご説明をしたいと思います。皆さん祈られている時は何を心の中で祈っているでしょうか。神社では2回お礼をして、そして2回柏で打って、そして祈りの言葉を唱えます。この時に何を祈っているのかです。大きく分けると4つあります。1つ目、住所と氏名。2つ目、氏名で、3つ目、感謝の言葉。4つ目、払いの言葉です。住所と氏名は分かりますよね。で、3つ目の感謝の言葉、これはこの神社に参拝させていただきましてありがとうございますという言葉です。そして大事なのが4つ目、払いの言葉です。これは何を言うのか。払いたまえ、清めたまえ、噛むながら、守りたまえ、先はえたまえと言います。この言葉は神社のお賽銭の場所の後ろに書かれていることがよくあります。なので書いてあるときにはそれを見ながら言いましょう。この祈りの言葉、払いたまえ、清めたまえ、噛むながら、守りたまえ、先はえたまえということで、神社の払いの法則が発動します。魂のお掃除ができるのです。